皆さんこんにちは。未だクソ暑いですね。夏も終わりかけだけどまだ暑い。でもそろそろ秋っていうかもう秋。そんな難しい季節にぶち込むとグッドなルアーを紹介します。今回選んだ5つのルアーは、各レンジ攻略できるようにぶち込んでます。5種類すべて揃えるとオールレンジ攻略か。あと私、ティモンのデカ3つドライが大好きなんですけど、視聴者兄貴の中には、今回の5000の中に入れてんじゃないと思った人いるかと思います。安心してください。完全に入ってます。なので実質 4000? ってことで紹介。フォルテ 0.9g。まずはフォルテ 0.9g。もう人気なんで紹介不要説あるけど紹介。マイクロスプーンです。多分私のルアー紹介動画で、初めてマイクロスプーンを紹介している気がします。程よく重いのでマイクロスプーン使ったことない兄貴にもおすすめ。そう、過去の俺のような。使い方は投げてゆっくり巻くので OK。あと水面直下のマイクロスプーン式にやったら反応いい日とかあります。トップや水面直下のクランクベイト式には反応しない。でもマイクロスプーンの表層引きには反応するって時もあります。だから持っておくべし。他にもそこまで沈めて巻き上げとかもありですな。カラーラインナップもかなり凝ってるんですが、個人的には UV 金庫ブラウンとか UV シルバーオリーブとか UV シリーズがマジ優秀。あとはピンクとかカラシとかの王道系カラーもグッド。個人的にマイクロスプーンは放流セカンド系カラーあたりから入るのが丸。ちなみにルアー自体が軽いのでラインは細め推奨。っていうか細くしないと使えないです。私は PE ライン 0.25 に 0.85 のリーダーとかでやってます。これでも結構太いと思います。間違ってもナイロンライン5ポンドとかで頑張って投げようとしてはいけない。アルミン。はい、納金アニキ系スプーンの代表格っすな。アルミ素材なのででかいシルエットでゆっくり引けます。秋といえどしばらくは暑いです。ほぼ夏みたいなもんです。なので魚もまだへばっていてスピード遅めなこと多し、普通のスプーンは追えないけどゆっくり引けるスプーンは追える。ってパターンを往々にしてあるので今回ラインナップしました。まあ秋が深まったちょうどいい季節でも余裕で釣れます。とりあえず言えるのは、魚のスピード遅いプラスでかい魚いるプラスでかい魚放流。このシチュエーションはマジでアルミン無双パターン。あとでかい魚って小さいルアー反応しないけど、でかいルアーには反応するみたいな時があるので、大物狙い兄貴は持っておいて損はないですな。他にも 1.6g とか使って、数釣り系フィールドで浮き気味の放流量を刈り取りまくるのも結構あり。で、いろいろ言いましたが私の場合は 5g か 4.3g が一番出番を押し、他の缶釣りスプーンにはないサイズ感ですからね。一番アルミンの個性が生きるサイズっすな。そしてカラーラインナップに関しては残念ながら10年前で止まってます。なのでメッキ系は折りから以外はなし。単色多めでやや難あり。とりあえず金系、シルバー系、カラシ、グロー系、緑、茶色。このあたり買っておけば外しはないです。ちなみに 3.6g より重いのには、天下の大物用フックエリモンがついています。太軸なのでそれなりにフッキングパワーも必要です。強めのロッドと4ポンド以上のラインがおすすめ。でもかかれば数あるフックの中でもトップクラスにバレないです。フック曲げられたり右切れでバレるのも少なめ。ある意味このルアーのもう一つのアイデンティティと言えますな。素晴らしい。でもどっかの釣り具屋で、フックは必ず細軸に交換しましょうとか書いてるの見たことあります。まあ、いろいろとお察しやな。てかそれでかいの狙いたいのか狙いたくないのかどっちなんだよ。甲羅飲みながら痩せたいっていうぐらい矛盾してますな。パニクラ DR ハイフロート。クランクベイトです。DR だけど浮力強くてそこまで潜らないクランクです。浮力が強い分動きも強めです。表層から中層にかけて使います。まだまだ熱いイコール表層狙い。ってイメージありますが、表層にできらない魚をこれで狙いましょう。ロッド縦気味にしてゆっくりトロトロ引きが丸。他にももうちょい水温下がって、魚にとって適水温になってきたら少し早く引くと丸。中層付近の美味しいレンジを直撃できます。サイズ感は大きめですが小さいのも釣れるので安心して投げましょう。色は派手と地味の2色から入るのがベター。あとタッキーブラウンは紙なので脳死で買って大丈夫。引き抵抗もまあまあ強めなルアーなので、ロッドラインともに強めのタックルの方が使いやすいですな。B スパーク。メタルバイブレーションです。ボトム狙いのルアーです。メタルバイブイコール冬みたいなイメージあるけど、冬以外でも釣れる。っていうか夏とか秋のメタルバイブはハマるとマジでクソ爆発する。今まで鬼釣りまくってるおっさん連中を見たこと何度かあり、私も結構いい思いしたことあります。でも魚がボトム全く意識していない時は、反応が皆無なのでそのあたりの見切りはちゃんとつけましょう。使い方は投げてデジ巻きかボトムバンプで OK です。で、カラーは地味とド派手の両極端の2色持っておくべし。個人的に吉屋さんの売りからと3日日みかんはマジで釣れる。プロパーカラーでおすすめなのは、派手はレッドグローと地味系は粒。
プロパーカラーだと私はこの2つを愛してます。当然釣れる。重さは 2g と 2.9g、4.9g があります。小規模なところは 2g、大規模、もしくは水深あるところは 2.9g。とりあえずはこれで OK。あと初心者兄貴とかでボトム取る感覚わからない人は、2.9g から入るとやりやすいです。操作系のルアーになってくるので、先調子のロッドと伸びのないラインでやりましょう。デカ3つドライ。はい、いつものやつ、浮くルアーです。競争用です。もう説明いらんやろ。とりあえず投げてしばらく放置からのただ巻きで OK。これで7割なんとかなる。他にはデジ巻きとか水面超ロング放置。これで OK。で、おすすめのカラーはもうみんなの予想通り。クリアカラー。クリアカラーがマジで神。とりあえずこれから入るんや。もしくはラメ入りのクリアカラー。結局クリアカラーじゃないかってツッコミはなしでおなしやす。ちなみに色付きでおすすめは黒、チャート、グロあたり。あとペレット系に反応いいところだとタッキーブラウンも相性丸。濁っているフィールドでもタッキーブラウン効きますせ。ちなみにクリアカラーを1個数千円で売るテンバイヤーは全員よって、皆さん、テンバイヤーから買うぐらいなら俺のとこ来なさい。俺がデカ3つ分けてあげるから。当然女性限定。男は知らん。ってことで秋に効くルアー5選でした。ちなみに秋に効くルアーって言ってるけど、夏でも余裕で効きまくります。なので来年の夏を先取りしたい兄貴たちも、この動画参考にしてもらえると幸いです。ってことで皆様のルアー選びの参考になればと思います。